平浜急行、金沢文庫駅に金沢八景駅。歴史的に由緒正しい、欲しゆかしい駅名である。金沢文庫は、鎌倉時代に北条佐根時が開いた、日本最古の個人図書館である。後のように関東を支配した、北条総運、徳川家康が、金沢文庫の書籍を持ち出したと言われることからも、いかに貴重な書籍が集められたかがわかる、一級の文化財である。金沢八景は、 かつてこの辺り一帯が極めて風光明媚な継承地であったことから名付けられた地名である。その美しさは歌川広重などにより浮世絵で伝えられている。花沢八手はわてらは京浜急行の駅の中でも一番歴史的で古式ゆかしい名前でございますなぁ。おほほほほほ。いや、キモいキモい。いなんなんその喋り方。わてら関東では珍しい。 前かかららののゆかりあある名ででごござざままますすがなな上品に喋せんでございますどこの言葉や歴史があるっちゅうても、俺たちは鎌倉武士が起源なんやから、そんなお下さんみたいな喋り方やべえそうか、鎌倉武士か。今こそ鎌倉殿の御恩に報いるとき、いざ鎌倉へいや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 、鎌倉殿の13人、とっくに終わってるし、頼むから普通に喋ってくれ。 いやー知って知って。僕はやっぱり、金沢文庫だからね。遺書正しい家柄らしく、やっぱ言葉遣いに気をつけにゃと思ってね。鎌倉文庫の名前分けはしないようにと、普段から読書とかして教養は身につけようと思ってるよ。おう、それは関心。やっぱり読書は大切やなえ、何読んでんね朝日芸能なんか読むな朝日芸能なんか。えー、これダメな それならこっちかな。週刊実話もう一緒じゃ。そんなゴシップ雑誌でどんな教養が作っちゅうねん。ええー。山口組の現状とか、女子アナとか女優の無フ,フ情報とか。それのどこが教養や。だいたいムフ,フ情報って何や無フ,フ情報って。昭和の親父か。もっとためになる教養があるやろ。ええー。ああ、それならこっちの本かな。いやいや。だからといってメンズノンの読んでどうする。 おいおい。メンズノンノのどこがダメなんよ。駅は文化の発信の場よ。そうかもしれんけど、もっと役に立つ本があるやん。週刊ダイヤモンドとか、ニュースウィークとか。そんな難しい本を、を駅が読んでもしょうがないじゃん。あっさり言うたな。それなら、由緒正しい歴史の駅として、和歌でも読むとか。ええー、バカバカちゃうわ。バカはあんたや。 サイマンネンパーデンメン。ふい、古すぎるわ。さんまさん本人でも今さら言わんわ。若だよ、若。ほら、松尾芭蕉の、柿食えば、金が鳴るなり法隆寺、とかやな。あ,あそれは俳句じゃんしかも、正岡子規式だし。知っとるやんけ。芝居たのか。えっと、それなら、茶道をたしなむとかやな。ええー、どちらかというと、僕は、 というよりマなんだけど何がサドやサドをこれ茶の粉を耳かきのでっかいやつですくって、ほうきの小型みたいなやつでシャカシャカかき混ぜて飲むやつやんか茶の粉抹茶やろ耳かきのでっかいやつってあれ、茶ャシャプって言うねん揚げの果てにほうきの小型やってあれは茶千十年。ねんそれぐらい知っとけよダっせーな,ーなめとんのかき様 まあそう怒るなよ、金沢八手さん。一応僕は名前負けしない程度の教養は持ってんだよ。ゴシップ雑誌やファッション誌とかを読んでてもバカじゃないのよ。なんなら、脳だって舞うことできるで。駅がどうやってノを舞うねん。くっそー。マジムカつくわ。めっちゃバカにされた感じ。まあまあ、気分直しに朝日芸能とかもちょっと読んでみなよ。ええー。お、お これは。